演舞開演。どうも、本日はこちらローソンのプレミアム食パン使用ロースハムミックスサンドを食べたいと思います。以前食べた BLT サンドとはまた違うんでしょうね。さて、あのパンの耳美味しかったけど、今回はその耳はちゃんとありました。中身はこんな感じですね。で、中身見せてないかな。これ、こちらは卵中心のです。では、いただきます。あ、最初のやつと次のやつで違うんですね、これ。最初に食べた卵サラダサンドも、後から食べた野菜ミックスサンドも、どちらも素材の良さはしっかり感じられ、卵のしっとりとした感じ、野菜のシャキシャキとした新鮮な食感をパンの美味しさとともに楽しむことはできたのですが、ベーコンに比べるとハムの存在感が強大に出てる割に弱い気がしましたね。なんか他の一つとあまりにも一致しすぎていて、肝心の表題がどっかに行ってしまっているような、そんな気がしました。まあそれがハムの良さなのかもしれませんが、もうちょっと感じられてもよかったのかなと思いました。なのでこちらの点数とさせていただきます。では、ガラスかな、風鈴さのかので、かかかなき、もうむちゃくちゃですね。なんかご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。